では両チームのメンバーをご紹介してまいります。まずはホームの栃木 SC です。ゴールキーパーはアジア大会に臨むアンダー22代表に選出されました藤田です。3バックは福島、平松、大森、左のウィングは福森、右のウィング石田、そして中盤には神戸と西谷、大島と宮崎がツーシャドウで、イスマイラがワントップかもしれません。アウェーのジェフユナイテッド千葉です。ゴールキーパーは鈴木亮太、4バック左から日高、そして13番キャプテンの鈴木大輔は開幕から全てのゲームフルタイム出場中です。6番の新井、2番の高橋、ダブルボランチに三木と田口、中盤は風間がいて右に田中、左にはドゥル、そして9番の小屋が10試合ぶりに先発、そういうことも含めてのその雰囲気、いい雰囲気になってきたと。なるほど、戦う集団になってきたと。さあこれは今度は千葉がチャンスになりそうだ。ドゥル、ドゥル折り返していく、一つチャンスを作りました。注目選手のドゥルです。まあ、今シュートにはいかなかったですけど、はい、まあ、先ほどちょっと似たような形でゴヤがしっかり収めてからでしたよね。さあイスマイラーチャンスだ、右45度、イスマイラー、イスマイラー、あー、これは今千葉の選手たちはオフサイドはなかったのかというアピールをしていますけれども、ここもまた新井でしたかね。ですね。30番は左のウィングの福森です。福森健太、 FC 東京のアカデミー出身です。さあクロスライブポスト、後ろからここもまた石田、宮崎のヘディングはポスト、大森から、これちょっと千葉の選手がイスマイラの方が気になったんでしょうね、その後ろのね宮崎にねピンポイントでこのクロス合わせるのはなかなか難しかったと思いますけど、よく合わせましたね。田口だ、ニアサイドヘディング、新井一輝、得点力のあるセンターバック、昨シーズンはチームで最も多くゴールを挙げました。ここ幹部がここ食い、あ、西谷でしたか、西谷がそこ食いついてくると、こうやって、はい、おっとその後ろが行きますからね。今日高が行きました。新井一輝から一気にっていうような展開でしたけどね。うわ、ここはどうか、石田が蹴ったボール、面白いボールだ、おっと、いやー今いいボールが入ってね、平松のヘディングもドンピシャだったんですがファールがありました。藤田から佐藤、裏を狙っている、抜け出す矢野、矢野、矢野クショー、上田、さあ中か外か、あ、2枚目ですか、のぼりレフェリーが胸のポケットに手をやっています。これ鈴木大輔カードですと2枚目ですよね。あ、一発レッドですか。ですね、はい、いやキャプテンの鈴木大輔、鈴木亮太が止めました。いや、落ち着いていた鈴木亮太、クロスが入ってきて逆サイド、吉田、吉田が、これもクロスだ、ヘディング、イスマイラー、ゴールキーパー鈴木亮太の真正面、いや高かったですけどね、イスマイラー。さあ残りアディショナルタイムおよそ1分、コーナーキック、キッカーは頼りになる男田口大志、ニエロメ、ここは押し込んだ、アディショナルタイム94分、ガッツポーズは10番三木、三木智也、そして腰の位置で力強くガッツポーズ小林義行監督。
いやーすごいゴール見ましたね。まずここニアでうまく合わせて防いだ藤田も素晴らしかったと思います。ただそこを諦めずに入ってきた三木、あとは千葉の選手、いやー素晴らしいゴールですね。最後の最後で追いつくことができるか。ゴール前のボールこぼれている、シュートは佐藤翔、クロスバーの上、そしてジェフユナイテッド千葉5連勝、千葉の勝利を告げるホイッスル。この栃木県グリーンスタジアムでの死闘を制したのはアウェーのジェフユナイテッド千葉。絶体絶命のピンチの中から勝ち点3を文字通りもぎ取りました。